h アンプ k h k 4 1 6 h k h k 4 1 6ッケラーウーンとコッホ HK416HKM4 は、ドク、ヘッケラーコッホ社、H&K 社が開発したカービンタイプのアサルトライフルである。計画時の名称からエンハンスドカービン、エンハンスドカービンとも呼ばれる。 アメリカ陸軍が H&K 社に M4 カービンの回収を依頼して開発されたもので M4 カービンの独自改良版である。当初開発されたモデルには HKM4 の名称が付けられたが M4 カービンの製造元であるコルトファイアーアームズより抗議を受けたため2005年には HK416 と解消されている。重心の長さに応じて 複数のバリエーションが存在しているほか、本銃の発展型として 7.62X51mm、ナトー弾仕様とした H&KHK417 が開発されている。半自動射撃機能のみとした民間向け型も開発、販売されており、使用弾薬を 22LR-22 22口径ロングライフル弾とした、スポーターモデルもライセンスを所得した別会社により、 開発されて販売されいる。ドイツの H&K 本社で生産されているほか、H&K のアメリカ現地法人である H&K ディフェンス、USA 社によっても生産、販売されており、同社が生産、納入、販売しているものには、HK416D の名称が付けけらでいる。2001年、H&K 社が、 イギリス軍の L85A1 の近代回収を受け負った際の実績を評価し、アメリカ陸軍も M4 カービンの回収を H&K 社に依頼した。M4 カービンは M16 自動小銃の特性を引き継いだ優秀な自動火器ではあったものの、高額小銃器をはじめとする様々なオプション装備に十分に対応していない過酷な使用状況での信頼性に問題あるとの 不満も多かったためである。特に、特殊部隊用途としては、将兵の評価は、必ずしも、高くなく、それらの部隊では、M4 以外の様々な AR、AR-15 系列の自動小銃を、試験用途の名目で使用していい状況でもあり、装備の統一が求められていることも、M4 の改修型が求められた要因であった。これに加え、H&K 社では、 アメリカ軍事機正式アサルトライフルとして、同社の G36 を元にした、XM8 を提案しており、M4 カービン回収型の開発と納入には、XM8 の本格導入までの暫定装備としての一年頭に置いていた。M16、M4 と操作は、基本的に同じであるため新たな重機教育体系の必要がなく、性能面では、 XM8 と同等であるという存在を用意することで正式小銃を XM8 に切り替える際のストップギャップ、ストップギャップ、穴埋め、中つなぎぬ意として XM8 と合わせて大規模な導入が見込めると考えていたためである。これらの事情を踏まえアメリカ陸軍特殊部隊デルタホースの元隊員であるラリー・ビッカーズ ラリー・ビッカースを監修に迎え、2002年より、アメリカ特殊作戦軍、アセコムと、同で、エンハンスドカービン、エンハンスドカービン、エンハンスドとは、強化、改良の意計画の一つとして開発が進められた。2004年2月に発表された、最初のモデルには、HKM4 の名称が付けられた。試験運用の結果は好評であったが、M4 カービンの製造元である、 コルト社より商標権を侵害しているとの抗議を受け、訴訟に発展したために部分改良を施された後に2005年2月には HK416 と解消されて改めて発表され、以後はこれが正式な製品名となった。運用試験と実践での試験運用の結果、重心が前に偏っているために構えづらいとの意見が多数出されたことから重心部を7オンス。 1> 約1 9 8 5ム軽量化する改良が行われ、その後は依然として重心変調の問題は残されているとされながらも、M4 カービンに比べて高い信頼性と耐久性を持つとして、使用部隊の将兵には、好評得が、XM8 の導入計画がキャンセルされた上、M4 カービンの改良計画も暫定的な結論ながら、M4 には、 全面的に回収しなければならないほどの問題はなく、予算的にもその必要性は低いとされたため、アメリカ軍では HK416 の導入は特殊部隊向けに止まり、全軍への大規模な採用は行われなかった。アフガニスタンイラク戦争の結果、5.56mm 弾とそれを使用するアサルトライフルでは、 射程と威力に劣る状況が多発したという戦0 0訓から 7.62mm 弾を使用する自動小銃バトルライフルの存在が見直されたことを受けて、後径を7.62マムネイト団体を落とした拡大型の HK417 も開発されたが、こちらもアメリカ軍への大規模な納入は行われていない。アメリカ軍への採用が 国産品ではないという点から阻害されることと武器の輸出入に関する国際的規制の手続きが販路拡大の障害になることから H&K 社はアメリカ政府及びアメリカ国内に納入販売するものについてはアメリカでの現地生産を行う方針に切り替え2007年に重機部品の製造会社であるウィルコックスインダストリーズエレコックスインダストリーズと提携 h k 四百十六のアメリカ市場向け民間モデルである m r 五百五十六より国内生産を開始しアメリカ現地法人の販売モデルである h k 四百十六 t についても順次国内生産に切り替えられてる。h k 四百十六は運用試験の結果を受けて細かな仕様の改良、改修が段階的に繰り返されており、特にノルウェー軍が 正式採用するにあたり独自に発注した仕様が、その後のモデルにも取り入られている。2012年には、M4 カービンの全面更新用たる、米軍時期カービン計画、ICC、インディビジュアルカービンコンペティションに応募するために、HK417 の派生型である、G28 の特徴を取り入れた量刑の HK416A5 が開発されているが、この計画も M4 に、 全面的に更新しなければならないほどの問題はなく、予算的にも困難が多いとして中止され、H&K 社の再度の期待も虚しく、HK416 がアメリカ軍に全面的に採用される機会は訪れなかった。2010年には16インチ重心型に小規模な改修を加えたモデルがアメリカ海兵隊に M27 として採用され、 2014年には HK416A5 はドイツ連邦軍法執行機関に G38 として採用されている。HK416A5 にも生産実機により細かな仕様の変更が行われており、H&K 社では今後も改良を続けていくとしている。HK416 は H&K 社によってアメリカ軍をはじめとした。 AR-15 系列の自動書き、時に M16 アサルトライフルもしくは M4 カービンを装備する軍隊や法執行機関に積極的な売り込みが行われたが、原型の HKM4 開発時の圧力から M4 を製造、販売している、コルト車系列の販売網に参入することができず、また M4 に比べて高価なことから、 使用国そのものは多いものの、軍の正式装備として採用された例は少ない。結果、主に軍隊や警察組織の特殊部隊が用いるアサルトライフル、もしくはカービンとして運用されているものが大半である。正規軍により、正式化された実績としては、トルコ軍がまず8000兆を導入し、さらにトルコの遠継者が、 ライセンス生産したものをメイメッツクマイナス -1 という名称で軍の次期正式小銃とすることを発表、2010年に置き換える予定であったが、実際にはライセンスの取得には至っておらず、生産をめぐって葬儀となったため、計画は2011年に中止となっている。正式小銃として最も多数の HK416 を導入しているのはノルウェー軍で、 AG-3、H&KG3 AG 自動小銃のノルウェー軍向けモデルに代わるものとして正式採用し8万9000兆を導入している。ドイツ連邦軍は2014年には HK416A5 を公式に採用し G38 の名称を指定した。本銃のそもそもの発注元であったアメリカ軍では2004年から2005年にかけて HKM4、 HK416 を試験運用し、2007年より HK416 の正式発注を開始した。最初に納入された部隊は、アメリカ陸軍第一特殊部隊デルタ作戦、文献隊であり、HK416D10RS のアッパーアセンブリ84セットが既存の M4、カービンの近代化回収キットとして納入されている。その後もアメリカ軍向けの納入は、 特殊部隊向けに限られていたが、2010年には海兵隊に、分隊支援掛け方が M27E やインファントリーオートマライフルとして採用されている。特殊部隊の用いる銃器としては、アメリカ軍をはじめとして、世界各国で採用されており、特にアメリカ海軍の特殊部隊であるデブグルー、9ビ b シールズチーム6所属の隊員が、2011年5月2日に、 行われたオペレーションネプチューンスピア、ウサーマ・ビン・ラーディン襲撃作戦の際に、HK417 と共に、本銃を運用していたという情報が、海外のミリタリー系サイトでは大都な、本銃の知名度を一挙に広めた。セミオートのみとした民間向けモデルも、当初は価格が高い AR、AR-15 系列に比べて、体感反動が大きい、操作系が、 左右両用に対応していない AR-15 系のカービンモデルに比べると重量がある AR-15 系列用の互換断層が使用できないといった点から評価が低く販売開始直後は売り上げは不振であった H&K 社ではこれらの点を改良したモデルを開発するとともに積極的な広報活動を追って販路の拡大に努め知名度の向上とともに特に 北米市場での人気は高まりつつある。日本においても、海上自衛隊の平成20年度、調達予定品目に、研究、評価用弾薬等購入、HK-416 用弾薬、フランジブル弾等という記載があり、試験的に、HK-416 が納入されていることが、確認きた。また、これ以外にも H&K 社の日本代理店である、ゼロックスが、 海上自衛隊に特殊小銃という名称の装備を納入していることが確認できたが、詳細は不明である。陸上自衛隊でも特殊小銃、特殊小銃 B という名称の装備を購入しており、こちらも調達情報にはヘッテラー国ホ社製と記載されている。HK416、HKM4 は原型の AR-15 の特徴である。 ダイレクトインピンジメント式、リュングマン式から、ショートストロークピストン式への変更、ピカティニーレールシステムの標準装備、従来の AR-15 系列に用いられていた、アルミニウム製に代わり若干前兆の、長くなったスチール製の断層の採用などの変更が、なされており、作動の確実性と耐久性の向上を基としている。特に、ショートストローク化された、ガスピストンが、 ロット経由でボルトを押し戻すため、機関部内には高温で汚れた発射ガスが一切入らず、保守性、対、コミ性が向上している。重心は、霊感鍛造技術の採用によって、長寿命化され、2万発以上発射しても、重工所速が衰えず、命中精度が維持できるとされている。また、その頑丈さゆえ、テストでは泥水につけた直後でもそのまま正常に、 動作するという耐久性能を見せている。なお、2007年秋、メリーランド州のアワディーン性能試験場において、HK416 は XM8、FN スカー、M4 とともに、砂塵の多い状況下での試験が行われた。この試験では、各銃を10丁ずつ用意し、1丁につき6000発が射撃された、全体では1種につき6万発が発射されたことになる。 その結果、HK416 は233回の射撃停止障害を記録した。テストに用いられた4種のうち、XM8 が最も障害が少なく、障害は116回、重大な障害が11回、FN スカーは223回、M4 は最も多い882回の射撃停止障害を起こし、19回は部品の修理を必要とするものであった。 HK416 の全体的なデザインは M4 と同一であり、射撃のための操作、整備のための分解手順も M4 と、ほぼ同一だが、リング型フロントサイトガードやドラム型リアサイトといった、H、H&K 車特有の衣装を採用されたほか、断層は、H、H&K 車独自のものとなっており、マグウェル、断層挿入部形状、エキストラクター、肺、さやきなどの細部も強化された。 ハンドガードは重心に接触しないフリーフローティング式、無接触式の取り付け構造で上下左右4面に NATO 規格スタニッヒ4694またはスタニッヒ2324および見る規格見る STD1913 に適合するピカイニーレールを装備した FFRS フリーフラッティングレールシステムとされ、基部にあるネジ1本で固定されている。 これにより、M203 グレネードランチャーに代わる H&KGLM-AG416 も装着能である。ただし、使用上 M203 を装着することは不可能となっている。5.56X45mm な投弾を使用する他の AR-15 系統のライフルとロアレシーバー型の互換性があり、アッパーレシーバーのみを 従来のものから丸ごと入れ替えることが可能である。これにより、高い信頼性を持つ機関部やバレルレールシステムを取り入れながら、従来の各種コントロールやトリガーユニットを使用することも可能である。HK416 には A で区分されるサブタイプがあるが、A5 型を除いて、通常は形式番号としては明記されない。この他にも明確に区分されていない。 使用の差が多くあり、製造時期や使用から以下のような差異があるが、ユーザーにより独自に使用変更されていることも多く、製造時期、サブタイプと使用は必ずしも一致していない。2007年10月に公表され、2008年3月に正式に発表されたセミオートのみとした民間市場向けモデル。MR556 はアメリカ市場向け、 MR223 はヨーロッパカナダ市場向けモデルの名称で MR556 は H&K 社のアメリカ現地法人である H&K ディフェンス USA 社によって生産、販売されている。作動機構及びセレクターがセミオートのみのものに変更されている他は HK416D16.5RS と基本的に同一だが ロアレシーバーを交換することにより、フルオートモデルに改造されることを防ぐため、AR-15 互換のレシーバーが装着できない、設計に変更されている。MR-223 はレシーバー交換の不可能化に、加え、フラッシュハイダーを外してもオリジナル以外のものには、交換することができない詞になっており、サプレッサー、サイレンサーが装着できない構造になっている。断層は、 最大10発相談のボックスタイプと20発用のバナナタイプが用意されている。基本的には民間市場向けのモデルだが、フルオート機能を必要としない、もしくはフルオート機能を持つ火器の装備に制約のある警察組織や法執行機関にも採用されて装備されている。ドイツのスポーツ銃メーカー、シャが製造、販売している HK416 のコピー、レプリカモデル。 メーカーの公式な製品名は H&K416-22LR であるが、カービンモデルのレシーバーの刻印から HK416D と通称されていることが多い。使用弾薬は 22LR-22 22口径ロングライフル弾となっているコピーモデルではあるが、H&K 社から正式なライセンスを所得しているためにレシーバーには HK のロゴマークが入れられている。マレックス社は現在では、ウォルター、ワルサー社の親会社であるため、生産はワルサー社で行われており、ウォルターブランドでも販売されている。基本的に民間市場のみを対象とした製品のため、セミオートのみでフルオート機能はない。断層は30連馬7型、20連馬7型、10連箱型のものが用意されている。 30連のものはオプション品のいい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。